はい、こんにちは。今回は強いボクサーとばかり対戦する3人の世界王者を紹介いたします。集中してますね、はい、さあ6列目の相手が右よ、ローマン・ゴンザレスはロマゴンの愛称で日本人にも馴染み深いボクサーですが、初めて世界王者になった一戦は新田選手との一戦でした。新田選手の7度目の防衛戦に当時20戦全勝 18KO のロマゴンを迎えたのですが、ロマゴンは序盤から激しいパンチを繰り出し、戦績以上の実力を見せつけたのです。ロマゴンの猛攻を受けた新田選手の顔が腫れ上がり、レフリーはストップを命じました。あっさりとミニマム級のタイトルを取ったロマゴンはライトフライ級、フライ級と階級を上げますが、圧倒的な強さを見せつけます。ロマゴンの強さは体幹が恐ろしく強いので、体の軸がぶれないまま強い連打を次々と放ちます。またその連打は8分の力で打ちながら、冷静に空いている場所や急所を狙い撃ちするのです。当時フライ級最強だったブライアン・ビロリアでさえ圧倒されました。ビロリアもパワーと破壊力のあるボクサーなので、戦前はもしかしたらと思ったりもしましたが、ロマゴンが強すぎました。この頃からロマゴンはパウンド・フォー・パウンド1位と評価され始めたのでした。そしてロマゴンがスーパーフライ級に上げ、王者カルロス・クアドラスに挑んだのです。当時クアドラスは35勝無敗1分けの戦績で、シーサケットから奪ったベルトを6度防衛しておりました。序盤ロマゴンがポイントを取っていましたが、中盤からクアドラスも連打で反撃し、一進一退の攻防が続きました。ミニマム級から上がってきたロマゴンは体力的に少し苦戦しましたが、最後まで自分のボクシングを貫きました。エストラーダは2013年4月にブライアン・ビロリアに勝ってから注目され始めました。エストラーダの特徴は12ラウンド動き続ける旺盛なスタミナ、耐久力、距離感の良さ、手数の多さ、上下の打ち分けをはじめ攻撃パターンの多さなど、総合力が非常に高いボクサーです。その後エストラーダは次々と強豪を打ち破っていきます。元ライトフライ級王者のジョバンニ・フェグラとの試合では、テクニックとスピードでフェグラを翻弄します。小型タイソンと言われているマルケスとの試合では、マルケスの防御の甘さをつき、カウンターをどんどん上下に入れてきます。ボディ攻撃で動きを止め、今度は一転して顔面に攻撃を切り替えます。
スーパーフライ級でも強豪のクアドラスを打ち破ります。エストラーダは一度シーサゲットに僅差の判定で敗れますが、1年後の2019年4月に雪辱を果たします。パワーがあるシーサケットに対し、距離感のいいエストラーダは離れてデイリーのするボクシングでポイントを奪い、その戦略を12ラウンドにわたって敢行するのです。エストラーダは防御のレベルも高く、コンビネーションを打った後にサイドに位置を変えるなどし、相手がパンチの届かない位置に素早くポジションを移すのですが、これを12ラウンド続けるスタミナがあるのです。そして2021年3月、WBC 王者エストラーダは WBA 王者ロマゴンと統一タイトルマッチを行いました。両雄は8年前のライトフライ級時代に相まみえており、その時はロマゴンが判定で勝利しました。エストラーダはロマゴンに接続すべく、ロマゴンを追ってライトフライ級から階級を上げてきたのです。二人の王者の戦いは8年前同様激闘になりましたが、8年前とは違い、エストラーダが打ち合いでも引かず、二人の王者は最後まで打ち合いを繰り広げ、激闘は終盤まで続きました。ワン・マヌエル・マルケス。ファン・マヌエル・マルケスといえば、マニー・パッキャオとの4度の対決が有名です。パッキャオが階級を上げていくので、マルケスもそれを追って階級を上げ、4度目の対決はマルケスがスタートしたフェザー級より4階級も上のウェルター級の世界タイトルマッチでした。パッキャオに2敗1分けで迎えた4度目の対戦では、6ラウンドの終了間際に見事な右カウンターで KO 勝利を飾りました。マルケスはパッキャオの他にも多くの強敵と拳を交えました。フェザー級時代にマルケスは WBO 1位のターファク・ゴーキャットジムと WBO 世界フェザー級暫定王座決定戦を行いました。ターファクはここまで24勝15 KO 1敗の戦績で、サウスポーから強烈な左ストレートを繰り出すハードパンチャーで WBOアジアパシフィックフェザー級王座を11度防衛している実力者です。2ラウンドにダウンを奪ったマルケスですが、刀剣の意味を持つターファクはその後反撃をしてきますが、マルケスは6ラウンドに右アッパーと右フックでターファクを叩き潰します。迎えた第7ラウンド、芸術的なアッパーの連打を放ち、戦いに終止符を打ちました。マルケスは
パッキャオを追ってスーパーフェザー級からライト級に上げ、元金メダリストで元世界王者ホエル・カサマヨールと対決します。カサマヨールはアマチュアで363勝を挙げ、鳴り物入りでプロデビューし、プロでもすぐに世界王者になったサウスポーのテクニシャンです。マルケスはカサマヨールのジャブを外して連打を打ちますが、サウスポーのテクニシャンカサマヨールが抜群のタイミングで左ストレートを放ち、試合は一進一退の攻防となりました。11ラウンドカウンターのスペシャリスト同士が激しく打ち合いますが、そこでマルケスのカウンターが強烈にカサマヨールの顎を捉えます。カサマヨールを下したマルケスはファンディアスと WBA、WBO 世界ライト級王座決定戦を行いました。ディアスは20歳の時に落馬シーンから世界王座を奪取し、ブラジリアンボンバーのフレータスを TKO で破っている元統一世界ライト級王者でパワフルなファイターです。序盤からディアスの突進がマルケスのジャブを突き破り、接近戦になって下の階級から上がってきたマルケスをパワーで圧倒しますが、マルケスの右クロスカウンターが見事に炸裂し、形勢は逆転しました。ディナミター